口博です。私は東京で生まれ東京で育ちました。子供の頃から好きだった焼き物をぜひやってみたいと思い、20歳の時に茨城県の笠間市に焼き物の勉強に行きました。以来私は40年間焼き物を続けています。私の作品の特徴は伝統的な技法のハケメや三島などの技法をもとに、サイデージといった私のオリジナルな作品を作ってそれを発表しています。海外の皆さんには、この私の作品を通して私の作品を見ていただいて、ぜひ焼き物の味わい、日本の焼き物の良さを感じていただければ、いいのかなというふうに思います。